の実現というテーマで、少しお話をさせていただきたいと思います。で、今日のテーマの中でこの実現っていうところにね、少しこう力を入れてお話ししたいと思うんですね。おそらく皆さんも、もう話はいいと、文章もいい、もう自分が少しでも素晴らしい演奏ができることの実現のね、ところそのものつまりを知りたいという方が、ね、多いと思うんですね。ですから、奥歯に物が挟まらないようにして、お話ししたいと思います。簡単なんです。こう難しく考えると死んでも難しくなる。簡単に考えた方が実現は早い。で、どうしてその実現が遅くなる人がいるのかというと、簡単に考えないで進歩というのは、5年も10年も15年も20年も努力した結果、得られるんだと頭で思っている人がいるんですね。そうではありません。つい数日前の話ですけれど、去年の独走でもって、圧倒的いい点で、1位になった田口ひろむ君というのがいまして、その人の例えば先週なら先週、1週間のね、進歩がどのくらいの速さで進歩しているかっていうのを見ると、考えられないぐらいの速さで進歩しているわけです。今日私がアドバイスすると、そのアドバイスしたことを本当に迷わないでね、実現できる。これはね、テーマを持ってちゃんと実行してるからだけなんです。遅くなる人っていうのはどこかで面倒くさがったり、明日でいいや、日を送ってしまうから時間がかかるんですね。ですから、淡々と素直にすぐ実行すれば、いい演奏の実現はそれだけ早くなるんです。で、私はもう音楽のレッスンをやってどのくらい経つかと言いますと、音楽院を創立してから47年経ってるんですが、音楽院創立する前は大学時代はもうすでに、僕の友達はじめいろんな人に相当のレッスンをしてました。それから先生の助手もねしていました、ね。ですから教え始めてからその大学時代の4年間加えればもうすでに51年ですから、じゃあね、その前の高等学校時代どうかっていうと、もう高等学校時代もいろんな合奏団を編成してそのオペレッタまでやってましたから、教えてる経験があります。いや、中学時代はどうかっていうと、中学時代はもう2つのこのバンドを結成してですね、時にはお金をいただいてね、僕が一番若かったんですけど、若いっていうのかな、もうやってました。それから、じゃあ小学校っていうと、もう小学校の4年生の時に集団疎開で、大きな部屋の中で音楽大好きな人みんな集めてやってましたから、僕が思ったことを相手が聞いて理解してくれただろうか、それから進歩は誰はしないな、誰はするなって見てきてるんです。ですから、まあ50年以上の教えた経験から言うと、進歩というのはだんだんではないっていうことです。まずね、今日皆さんね、私の話を聞いて本当に心の底から決心して、もう1秒の後からこれから言うことを実行すれば、今まで10年かかって達したのがね、もう来週には達します。で、進歩というのはだんだんじゃなくてね、ダーンと言ってみたらバーンと行き詰まって体がちょっと老化して油断してたから急にこの辺まで手が動かなくなったり、でも思い通りに表現ができなくなったり、どうしてなんだどうしてなんだどうこうって言っちゃうね。ところが、いい仲間と一緒にいる人はまたアドバイス受けて、またその一つの壁を乗り切ったことによる、今度はもっと安定した演奏ができる世界にポーンと入ってくるのがいるんですね。ですから、進歩というのはなんかこう長く続けていれば自然にするもんだというふうに、今日はあえて安易っていうかな、安易に考えないもう、素晴らしい演奏の実現1は何、これから言うことを実行するかしないかだけのことなんです。でこれから僕は何か言うと、いやそれはこうだ、だ時間的なもん、経済的なもん、あれがこれはって、こうなってきて遅くなるんですね。ですから、何でもいいから実行して、そして素晴らしい演奏を獲得しようと今日思っていただくかどうか、これがまずもう前提の話です。
語るんです。3つ。もうたった3つしかない。まずね、これたった3つと考える。これをね、1つずつうじ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 と、こねくり回して考えるんですよ。何でもいいから、今日今言うこの3つ。この3つの条件を満たせば、即、素晴らしい演奏ができます。で、その3つのうちの2つはね、2つは、2、3日で獲得することができます。実行することができます。2、3日。まあ、早くに今晩でも獲得することができますね。で、まず第一はですね、いい演奏の最大の条件は、いい楽器を持つということなんです。で、いい楽器持ってなかったらね、ものすごく遅くなります。いい楽器じゃない楽器でもある程度伸びますけどね、いい楽器を持った人と持ってない差はもう大変な差なんです。ぜひうちの数百人の先生見てください。うちの先生というところまでたどり着いたね、人は、一般そこら辺に歩いてる人よりも、やっぱり上手ですよね。いい楽器を持ってない先生は一人もいない。じゃあね、いい楽器を持つってことはお金を持つ人だけに許されてるのか。そうじゃないですよ。ね、ですから、持とうという決意がなかったらば、先を送りしてるだけです。まず今日皆さん、いい楽器持ってますか？これが進歩の、ね、第一条件。そうすると、一番三つのうちで簡単なのがいい楽器を持つ。これは持っちゃえば、腕をおしまいなんです。今、持つことだけを言ってるんですよ。持って上手くなる感じじゃないですか。持つこと。これは第一条件。ですから皆さんの中で今、いい楽器を持ってない人がいたとしたら、持つっていうことまず 3つのうちもう一つ終了しちゃうんです。ですから、明日持ったら明日で、まず一つは終了ですね。2番目は、いいタッチで弾く。良いタッチ。いい音の出る、いいのタッチね。これはね、本を読んだりね、おしゃべりばっかりする先生とかね、理屈をこね回したりね、それから耳ができてないのに、そこら辺でちょっと真似事を聞いて、あれがいい音かななんてやってるよりも、うちの素晴らしい先生についちゃって、そして、まず、素晴らしい先生っていう意味は、今、いい音の問題なんですから、これから言うような、ベテランの先生、ニコリギターの中で先生が数百人います。世界で一番大勢います。大勢行って毎日勉強し合ってますね。そういうところで、綺麗な音の出る人、全部ニコリギターのステージ経験が長い人です。具体的に言うと、例えば松浦先生もすごい音ですよ。松浦先生ぐらいしっかりした底力のある綺麗な透明感のあって、円達性のある太い音を出す人、日本人は九州から沖縄まで見てもそういないですね。いるんだから、いる人のところに行ってじっと見ると恐ろないですね。もちろん小山先生だから、スピードもあって、綺麗なダダーッと粒揃えて弾けるのは寺田先生ですね。まあ、その他、まあ、静香先生だと何であろう。で、そういう人が目の前にいるっていうことの意識がね、足りなさすぎるんです。ですから、いい音を獲得しようって言ったら理屈じゃない。いい先生のとこ行って自分の手と自分の髪どの角度、ちょっとポンってやってごらん、ポンって、あ、それ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 ってこう行きますと、それでそんなに難しいことじゃない。それをね、武将をして先生には行かない、ちょっとあちこちちょこっと演奏聞いてみたりなんかして、うん、いい音、うん、ジュリアン・ブリームは鋭い音がするなとかね、亡くなったセゴビアが一番綺麗な音がするなとかね、オセルイスはセゴビアを読むのかなとかね、昔のアニードはどう、あんな太い音は聞いたこともないとかね、じゃあ最近の福田真一さんはこういう音がするとかって、それはみんないろんなことをいろいろ言います。で、演奏会行けば、ああ綺麗な音だなと思うかもしれないけどね、遠い座席からね、演奏の音を聞いてね、聞かない人よりマシだけれど、あれはいい音だなと思っただけではあなたの音は良くなりません。これ非常に重要なことは、セゴビアが大好きであろうと、福田真一が大好きであろうと、その人ではないんです。あなたは、あなたの指、あなたの指の太さ、腕の重さ、あなたの性格、それを長期にわたって知っている先生、またはその音楽院の中の実際にいい音の出る先生からこうして、えっってこう、なんそれそそいや、もうちょっと立てて、もうちょっと、出てきてごらん。あ、ちょっと今までと違う音が出た、それですね。もうそれで入っちゃうと、もう早かったろうね、一瞬。一瞬、そうか、今までちょっと低くて、こっち力入れたら、ちょっとこっち。
チリだらけこれだけ違うんだなって分かったら、だからいい音を獲得するのは時間はかからない、一瞬です。たださっき言ったいいギターじゃなくちゃなんですよ。いい音の今まで自分が思ってたレベルよりも記録を超える力のある楽器で、ニボリタのニボリタ、日本歌専門学校のうちの一番長い間ステージで上がっていて絶対に綺麗な音だと言われてる先生の、からガンと教わるの早いです。だからこの一番二番っていうのは先送りしなければ素晴らしい音得られます。で問題はこの3つ目なんです。3つ目っていうのはね、呼吸法、良い呼吸法、良い楽器、良いタッチ、良い呼吸法、この3つで最高のあなたの演奏が得られるんです。余計な雑念考えないでこの3つだけちっと整理するべきだと思います。で良い音の段階から話してもいいレッスンっていう面から話してもいい演奏ってどっから言ってもねこの3つに整理されるなってことを私ねしみりも思いました。今全日本ギターコンクールが行われています。皆さん見てますか？1年間で一番しのぎを削る場ですね。一番勉強になります。そのプログラムのに私書きましたけど、今年のテーマの良い音をどう得るかっていう、良い音を得るっていうところから言っても今の3つなんですね。それから指が自分が信じられないぐらいに自分が今まで思ってたよりももっとすごいスピードで正確に揃える技術的な練習を得るにはもうやっぱりこの3つになるんですね。ですから私の60年間の体験から言っての本当に結論の結論なんです。ですからこの3つでもって最高の音、最高の演奏が得られるということをまずですね整理して簡単に思っていただきたい。じゃあ一番ねこの核心になるねこの良い呼吸法っていうことですね。これをちょっと説明しますね。良い呼吸法ということは一歩踏み込んでお話しするとこうやって私が今しゃべってる呼吸とか皆さんが生活してる呼吸のことを言ってんじゃないんですよ。まずその頭から整理してね、普通生活の人間が生きる体が生きるための息を吸う吐くの話をしてるじゃないですか。音楽的呼吸法専門で言うとね、音楽的呼吸法、音楽の呼吸法、さらに作るとその曲のその演奏に必要な呼吸法っていうことになるんですね。で一番わかりやすく言うと、大きく、分類すると例えば角がカチンとしているような曲だと、この間の演奏会のズワルトが始まった。チャン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 これはもう頭のとかタンとこう出なくちゃいけないんで呼吸がフッとこう止めてパンとこう出しますね。それからチャン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 と一番頭チャンとこうに入ってますね。これはモーツァルトのアイネクライネハートマジックは人々に勇気と元気を爽やかさを与える曲でしょ。ですから作曲者がタン押してますね。それからマーチチャカチャンチャカチャン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 チャカチャカチャン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 チャカチャンチャカチャンチャカチャンチャンチャン、これもう全部元気なんだけど頭でチャンとしてるわけですね。生きる姿はフッてガンとなっちゃうんだけど普段ゆっくりおしゃべりしてる呼吸と全然違うわけですね。マーチはマーチの呼吸ですね。じゃあポスターの夢見る人などはどういう呼吸かというとリラリララララリララダダダダダダーってずーっとこうゆったりこう流れてきますよね。それからシューベルトのセレナードタリラリタティラリラティタタタタタタってこうなりますね。ユララララってこうなるんですね。これタンタタタンタンタタタタタンってやると全然違う曲になっちゃう。でもなんですね。だから呼吸法を間違えたら良い演奏は得られないわけ。なぜかというと作曲者がリラリラーっていうふうな気持ちでこう書いたものを全然呼吸を考えないダン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 ってこういうふうに弾いちゃったらば作曲者が呼吸した
その呼吸とは違う呼吸でその音楽が入っていくわけですから必ず矛盾が出てきちゃう。でわざとそういう落語漫才風の音楽なんかありますよ。これを弟子風にやってみようとかね、バカ風にやってみよう、それはありますね。でそれは、聖堂ではなくてそういう一つの世界であって、まず素直に今言ったのクラシックを取り上げてますが、これはね日本の演歌だろうが歌謡曲だろうがシャンソンだろうがフラメンコだろうがエレキのロックであろうが全部そうです。そのロックのどんなロック、ロックなんだからって全部タッ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 ってだけでいいとも限らないです。作曲者が何を考えたかっていう、その作曲者の思いと、違う呼吸法でやらない、その作曲者の呼吸法をで演奏しなければいい演奏を得られる、いい楽器があっていいタッチがあって、そして最後のその呼吸法がその作曲者に合ってればいい、そうするといい演奏がバッとつかめる。もう作曲者が考えると、なのと違う呼吸で弾いていたらですね、もう1日かかってもね、10時間練習してもね、はっきり5年弾いてもね、で5年弾き続けたらそれはね、いびつな変なものでも慣れっていう演奏でしたね。で慣れっていうのからステージである程度の演奏ができる、作曲者です弾けたと思っちゃう。だけどね、無理したもんとか呼吸が上がってないで練習量にものを言わせてめちゃくちゃ練習してそれで、ある程度慣れによって弾けちゃったものというのはね、すぐ分かります。それはちょっとその曲をしばらくしまっておいて時間が過ぎてから弾いても弾けないです。呼吸法で覚えて、要するに呼吸が合ってないから、逆にですね、呼吸合った呼吸法でちゃんと体で覚えたものは10年のうちに、ね、こう埃を払って出てきた楽、最初はちょっと慣れないけど、だけど2、3回弾いてるうちにですね、自分が昔ちゃんと正しく弾いた素晴らしい演奏をしたその記憶は出てきますしね、人間のこのね脳の記憶っていうのはねすごいものです。体呼吸で覚えたものはあなたが死んでも忘れないです。極端なこと言うとね、子供にも遺伝するぐらいなんです。お父さんがいろんな曲でいろんな呼吸を覚えていろんなノウハウが頭に入った、そういう、遺伝子の配列をもとにして次に生まれてくるっていう子供は相当数パーセント受けます。実はその才能とか能力の違いっていうのはそういうところにあるんですね。まあ、だから今日はね、その話がテーマじゃない。要するに呼吸法です。ちょっとね、一生懸命やってる人ほど、こういう質問すると思う。その呼吸法が、呼吸法わかるということは、その曲の内容がわかることになる。その内容がわかりゃね、先生苦労ないんですよ。頭からちゃんと立派にいい演奏できます。その通りですね。だけど今までの講義だと今3つお話しして、チューベッツのセレナードこうだとかね、マーチャーこうだって言ってなんか分かった気がして、で今日は時間がありましたからさようならって帰ってきてね、大学の授業もほとんどそうです。僕も大学の授業ずっとやってますからね。ね、非常に心理は簡単であることが気がついた。いくら今日僕のこの話を聞いてもね、あ、見つかる、あ、これで頭の中のごちゃ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 したの整理されてよかった、じゃあ実現しようかな、必ず現実つまんの呼吸法だと皆さんに新しい楽をバーッと配ってね、じゃあこの曲の呼吸法でこんなことすぐパーッと2、3回弾いて分かる人が非常に少ない、下手するととんでもない反対言っちゃうかもしれない。今日これから、2時からですか、西荻の合奏団の指導をしますけれどね、もしかすると西荻の合奏団は作曲者の考えた呼吸法とは全然違う呼吸法で演奏して、後で上でこの後怒られるかもしれないし、もうなそのとおりだっていうのいや実は昨日ね、ミスターのね、これ専門学校ですよ、専門学校なのに呼吸法が大間違いのクラスが2クラス出たんですね。非常に僕は大きい声で怒ったんですね。全然曲の呼吸法と違う呼吸法で弾いてる、アドコで弾いてる、これはもう全然うまくいい演奏を得られるはずがないですね。ですから呼吸法の話したらみんな分かったっていうふうに言ってもらったら革命的になるかもしれないね。それからね、この間はあれはどこの合奏団だったかな、コンクールに出るってね、今あちこち調べてますね。それとね、小さい鐘って僕の作品があるんですね。一
東京の隣に自分の二拍子って書いたんですね。でそれをまあ四拍子で振ってみたいか振ってもいいんだけどね、タンタンタンカンタンカンってこうこうこうって振ってタン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 って振ってんですね。そうすると僕作曲者だから作曲するときに4分の4拍子で書こうか4分の2拍子で書こうか非常に考えるんです。4分の2拍子と4分の4拍子はちょっと違うんです。4分の4拍子っていうのは強弱中強弱強弱中強弱ってビートが基本的にいきますから、そのビートの上に乗った曲の書き方しますね。だから4分の 2拍子 の場合にはそれとは違って単位が全然倍違ってくるわけですね。そうすると僕はどっちの気持ちで書いたかと4分の2拍子で書いたんですね。それをうんとテンポ落としちゃって4分の4拍子で振ることができますね。だけどね、あれは鐘、平和の気持ちの鐘がだん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 なってって本当に最後に本当に鐘が、鳴り出してくるっていう、子供にもそういうその鐘と平和の響きの広がりというのを言葉で言わなくても分かってもらうって書いてる。ですから伸ばしてほしい4分の2拍子なきゃダメなんですね。そうすると4分の2拍子で振らなければいけない4分の2拍子の呼吸で演奏しなくちゃいけないっていうのは大前提になってくるわけ、ね、これが呼吸法が分かってるか分かってないかということになる。いいですか。そうするとそんな深いことがもうすぐ分かるぐらいだったらば苦労ないよって言いますよね。そこが分かんないんだから、苦労なんだ。まあ、その通りですね。ところが難しく考えることはないんです、この世の中で。なぜかといいですか。もう僕はね、音楽をやってさっきなんか私一人だけでも50年60年その間に何回も失敗をしてニゴリタンの中で完成した楽譜っていうのはどのくらいあるかって言ったらね、社会一人。なぜかというと僕にはものすごい大勢の僕の指定、僕の気持ちが分かったり同じ志で勉強してきた先生が数百人って言うんですね。数百人、この数百人の人は僕に協力してくれてます。ですから他の音楽家とは桁外れに僕が1個何かやる場合にそこには目に見えない先生連中にいろんなデータ、成功と失敗が全部積み重なりますね。で昨日も、その僕の楽譜を見たんですけどね、例えばビバルディの秋なんていうのはもう今からね30年前に完全にその楽譜が研究し尽くされて、もう世界でおそらく一番いい曲奏で演出、すなわち世界で一番いい呼吸法で、すなわち世界で一番いい、要するに世界のどこに持っていってもみんな拍手してくれるレベルに達した楽譜が出来上がってるわけです。いくつも出来上がってる、世界最高数出来上がってるんですね。でそれにさらに皆さんは素晴らしい時代に生まれたと思うんです。DVD とか CD とかね、まあ、CD は映画絵が出ないか、ビデオテープって、ね、映像でね見ることができる。何もね人間苦労しなくちゃなんてそのって今考えてたらない。過去の、まあ、これはニブリターみたいに歴史のあるところじゃないとダメだけどね、歴史があって完成されて、しかもその完成された楽譜が世界の最高の演奏の場で演奏したらば向こうの人も拍手してくれたっていうのは一つのもう高いレベルで出来上がった証拠中、それ映像であるわけです。その映像を皆さんどのくらい活用してますか。一番早いんですよ。一番分かりやすい例が電気計算機、電算機ってありますね。電算機がない間は日本人はどうしてました。ソロバンですよね。今でもその名人はそのまま流行ってやってますけどね。なんかどうですか、最近の生まれた子供たちもう電算機でしょ。あんま足し算引き算はいいとしてもね、掛け算なんですか、時間かかるでしょ。これ電算機何百何十分の何百何十になる割る割り算とかたらピッボタン一つでパン一瞬で答えるでしょ。1秒もかかるんですよ。電算機を使わない手がないです。何も電算機っていう便利な、出来上がったものがあるのにね、いちいち白い紙にこの発掘を直しても一瞬で答えが知ったわけでしょ。ですから皆さんがどのくらいその最高の答えが山ほどこの学校にはあるのに、それをどのくらい活用しているかっていうこと。何も一番、ね、ややこしいこの、呼吸法のことね、あなたは、まあ、一からね、シューベートがシューベートはいつ生まれてどういう性格、どうでこの曲がいつ頃できたからね、どうなってね、一からやることはないです。
もうシューベルトのセレナーでなったらシューベルトのセレナーでが最高に演奏されてる、そこの最高のものを映像で見ちゃえばいい。で、ね、例えばあの、イメメキシとなってティラララって録音されて入ってますね。それを、何も見ないで合奏団が練習したらタン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 って声を聞きますよね。そんなの映像見たら言ってんのかっちゃうね。理屈じゃない、一瞬ですよ。あのね、音楽の例じゃないんだけどね、先週ねこういう体験があったんでね、ちょっと聞いてください。歯が痛くなったらね我慢できなくなりますね。ちょうどね、2日連休の頭の日の朝、新聞見ながら用事使ってたらね、この前歯のこのところね、用事が突き刺さってピシッと先端が3ミリぐらい折れて入っちゃった。で、取ろうと思っていじってるうちにどん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 本部の方が入ってきちゃう。ね、違和感あるよね。で、その瞬間ちょっと痛いぐらいね。で、僕は合奏団指導に来て、さあ夕方になって夜寝たら入ってきた。で、だから入ってるから痛くなってきた。だから次の日の朝、行きつけの歯医者さん、相手のあるわけよ、ね、そこで消防署に、0119かかけると緊急の場合の今やってるお医者さん教えてくれるんですよ。で、教えてもらった。で、もう痛くしてもらえるから、車で乗ってやっと食べていたり、鼻も歯医者さんでね、もう驚くべきだ。そしたらね、待ってる患者さん一人でね、今治療してる人がいるんです、ね。まあ、その先生お話が好きで冗談言ったらなんかって感じで、最初の5分ぐらいは待ってるわけよ。15分経っても終わらない、20分経っても終わらない。普通歯医者ったら5分ぐらいで終わってても30分経っても終わらないですよ。40分経ったらやっと終わって出てきたらね、僕が痛くてこうやって待ってるのに、受け付けて世間話したりお天気の話したりね、治療の話じゃない、ゆっくりあったよですよ。もう僕はもう時間がないし痛いしね。それで、はい、どうぞ。あのね、どうしたんですか、用事が中入っちゃったんです。見たところ見えませんね。もしかするともう取れちゃって自然にね、あとただ痛いだけかもしれない。多分違和感あるんだよね。そういう治療なんですね。それで、じゃあ痛め止めの薬はあげますから、ちょっと私にはわからないから、じゃ あの明日になったら行きつけのところに行ってくださいって言うんです。もうね、もう全然わかんない。それでそのね、その容量が悪くて、それ見たらあっち触ったりこっち触ったりつついたりして、その時間が約14、15分かって、14、15分ってのは結構辛いですよ。いろいろやるんですから。でもね、たくさんの場合よし、なんでその原因もわからない。だってその確かに折れて中入ってるはずで違和感があるのにね、それは取れちゃったようだと思うんですよ。そこでね、次の日の朝我慢してやっとね、もう僕の行きつけのね歯医者さん、まだ始まらない時間の前で、あー、だから結局ね、じゃあ今お掃除中だけど、お掃除もすぐ切り上げてちょっと見える、切りなさい、いった2秒、どこ入ったのって、こことこの歯の間で、こだって分かってるからこれよね、ここです、見てる、ああ、またちょっとだいぶ奥入ってるなって、ピッと見て終わりだ、2秒ね、2秒。でその後2分かけてレーザー光線でピーってやって、バイキンが一緒になったら、もうお昼頃音楽に来て、むしろ返しとくよね、忘れちゃってるわ。これ同じ歯医者さんですよ。片っぽ用事の先端がどこにあるかも分からない、いじくりますだけ、だから片っぽ2秒でパッと。これは音楽の先生もね、それからいい音楽を、いい演奏を勝ち取るのもね、数分とか数秒とかね、それと永遠にダメなのどっちかしかないですよ、これは向こうになるとね。で、たまたま長い時間かけてりゃ、その間には何、かの、あ、なかったってことがある。だけど、かける必要ないんです。まず皆さんが自分の家に帰って、音楽の勉強してるのに、自分の部屋に世界最高に出来上がった映像を見ることのできる、相当高性能の再生装置があるかないかということは、本をこのくらい並べたりね、5年も10年も先生につけるみたいな。もう目と体と耳でね、覚えちゃうの最高です。だっていい音なんて言ったって、言葉でいくら言ったってどうでしょう。
本当にあなたは何か彼女がいいよとかって思わないのか、ダメなんだ。それもね、テレビのビデオのデッキの中にカチャンと VHS あたりのあれを入れて、でテレビの映像を見て、テレビの中ちっちゃいスピーカーから出る音でどうのこうの、ダメです。だってそんな変な演奏会ってないだろ。演奏会ってのは30人だったら30箇所から音が出てるんですよ。100人から100人の演奏って100箇所から出てるんですよ。だから1人でいたって気が響いてるね。ですから最低限のサラウンドじゃなくて、サラウンドシステムじゃなくちゃだ。できれば前に、かなりいいスピーカー2個で、真ん中に1個でから、できればサブウーファー、ズーンってやつね。だから背中にちっちゃい2個。これはね、はっきり言って食事半分に切り詰めてもね、一番先にやるべきです。だってさ、それがあるかないかで全然違うんだからね。だから結構ね、車も最近高性能ですね。僕も車買うときは必ず BOSE がいいシステム全部切り替える。なぜかというと、車っていうのはもう最近じゃ車の中でもういろんな仕事ができますからね。だから車でもいい音で聞き、で自分の部屋でもいい音で聞く。だから結構ね、安さがありますね。これ結構奥行き出ますね。だけど一番理想的なのはできる限り16対9の、こういうものをわって強制的なワイドにしたんじゃなくて、ちゃんとは、まあ、できればやってできるね、16対9のテレビで、そして音はテレビのスピーカーの音を使わなくて、後ろから別なスピーカーにして、でそして今言った、今皆さん何の曲が習ってますか、今皆さんが習ってる曲の一番理想的な、一番もう完成された呼吸法で弾いてる映像と音を再現する。そして一番難しいこの3番目の呼吸法っていうのは、あっても獲得できるわけ。分かりますか。この話、ここまでね、ズバリと話した今日は初めてなんですよ。このテープはもうちょっとね、他の人に聞かせてあげたいくらいですね。このどういうふうにしたらね、この一番難しい、この呼吸法のことを短時間でね、勉強してもらえるか。で僕は最近そう話して、それで、ね、さらに最近のね、最新の私の講演のテープ、まあ、後ろを見てもらえる。このテープは内容が何か詳しく書いてあります。でこのテープは何が目的のテープが書いてありますから、皆さん見てますか。おそらく見てない人はそれだけ遅い進行。見てる人は、見てない人でも早くいい演奏、自分のいい演奏を足すことができるわけですよ、ね。それでね、あと数分間ね、1番、2番もちょっと付け加えてみますね。まあ、2番は時間がないから、その次にしたいと思いますけど、1番、この良い楽器っていうことに、ね、とってもね、誤解してる人が多いんです。この良い楽器というと、僕は一言もね、金銭のこととか、名和のことは今言ってませんよ、ね、ただいい楽器って、金銭的にも高い楽器はいい音の出る確率が高いっていうだけで、これはね、どんなにハウザーが優れていようと、どんなにポール・フィッシャーが優れていようと、あなたにぴったりかどうかっていうことは先生じゃないとわからない。その先生も突き立ての先生、まあ、突き立ての先生でも分かる人は分かりますが、何でもついてる先生っていうのはね、あなたのこう動いてる進歩の過程、それから感性ね、感性とは別な言い方って言ったら音の好み、それから今現在の音楽の好み、それから 変化、幅の広がり、逆にそのこうみんな見ますね。そしてあなたの半年のうちに、を想定したらば、この世で今曲はこの曲だ。そうすると何のギターがいいかっていうのが出てくる。適してる、適してない。で皆さん今ここにちょうど並んでるからあれなんだけれど、とにかく昔っていうのは小さいですよ、ね、胸に抱くヒターラっていうのは胸って意味ですから、小さいですね。ところがアンドレス・ボビアがでかい楽器にしてしまって、これが世界の今標準と言ってる。本当のこと言うと、日本、特に日本人の体あれだ、これは標準かどうかわからない、むしろ大きすぎるかもしれないね。それから日本人の特に女性の手と、その外国人の体格のいい男性のと比べてごらん。男性同士比べたってね、
猛烈に違いがあるね。そうすると今皆さんが持ってるプライムギターっていうのは大抵はすごい体の大きい、グローブみたいな手の人の世界的な名手の大きさで作られた。すなわちもうちょっと具体的に言うとほとんどセゴビアが、神様だと言われていましたから、その神様に聞いてもらおうと思ってギター製作家はセゴビアの手に合わせて作ったということが、20世紀の終わりの基本なんです。で今20世紀の頭はそのそれじゃいけないと、もっとうんと世界のギター製作家はもう一人一人の民族と一人一人の手大きさに合わせていかなきゃいけないってなって、うちもうんと努力しています。でその結果耳の状態、いろんな状態からアルトギターの方がむしろスピードとかアルペジオとかスラーとかスケールとかもうメカニックのテクニックを短い時間バーッと上げるにはアルトギターを猛烈に弾いた方がいいっていうことが分かってきてますね。例えばバイオリンの場合だとね、大体普通の大人の人がこうやって指広げた領域にローポジションからハイポジションがあるんですよ、ね、だからものすごいスピードできますよね。ダーッとこっちに入ってこっちの方が割合楽なんですよ。1本のビーッと。ギターの場合1つの音を全部1つずつクラシック奏法の場合で弾かなきゃいけない。エレキの場合だとお手入れてですね。それから2、3日の前にエレキギターでバリオスの大聖堂の第三楽章のアルペジオをすごいクラシックよりも、すごい勢いで弾いた坂口君は、ここにちょっと小さめのピックを持って、あと残りの手も使って弾きました。見事だったですね。あのサーカスと考えるのか、すごい天才と考えるのか、僕はもう強者ですから、天才と考えますね。そういう、ああいうエレキがクラシックギターを上回るクラシックの曲を弾いて、最優秀を取ってしまうという時代が、この、ニゴリグループの学校の中から生まれたというのは、これはね、はっきり言って世界的なね、大変な技術の飛躍ですね。で、このベースには、彼の進歩、ものすごい短時間で進歩しているわけですよ。要するに、2、3日で、ね、新しいメーカーを発見したら、ダーッて進歩しているわけですね。ですから、素晴らしい演奏というものを実現するには、先送りしないで、今の3つの要素をね、徹底的に、やっていただいたらね、ここにいらっしゃる皆さんは革命的にすぐ上達すると思います。時間になりました。ご清聴ありがとうございます。